はい、どうも皆さん、こんばんは、ウルです。それじゃあね、今回もマリオカート8デラックスやっていきます。いや、なぜこんばんはかって挨拶してるというのね、毎回俺夜に撮ってからね、こんにちはって言うのおかしいんじゃないかと今更ながら思ったんですよ。今更感強くね？ほんと今更だよね。ほんと今更感あるよね。で、ちょ、押さないで。ちょ、メタマリオ。オッケー、今メタですね。今メタいですね、今のメタマリオは。ちょ、メタいですね。あー、ちょ、待って、これまずい。まあいいでしょ。ちょっと待って、平方講座ちょ、なってないんだけど、みんな。焦点平方講座なんてさ、笑っちゃうよな。笑っちまうよな。笑いが止まんねえぜ。なぜかって、これ平方講座大の苦手だからさ、行きましょう。さあ、これ2個アイテム取りましょう。あ、あれの人、天地の人だ。やべ、ジャンプアクションされてね。待って、コインが欲しいな。コインが、え、何を食らった？欲しいな。コインを、何を食らったんだ？まあ、よくわからんが、アイルトン・セナがいますね。セナ？アイシールドかな？アイシールドのこと言ってるのかな、あれ。アイシールドのセナってこと言ってる、あれ。俺もこっち側行きましょうか。さあ、ここら辺からダッシュで、オッケー。さあ、これ、カービィ、星のカービィ、何かが起こる気がする。しない、何も。何も起きはしなかった。ちょ、そのファイヤーやめて、そのファイヤーやめて、そのファイヤーを今すぐやめて。バカ、何それ。何そのコンボ、食らえ。オッケー、俺の言ってこい、ブーメラン。俺のブーメラン砕け散ったんだけど、目の前で。ユイと独尊。ユイが独尊じゃないの、それ。ユイと独尊、危なかった。さあ、危なかった。いや、もうみんながはちゃめちゃが押し寄せてくんだわ。もうはちゃめちゃなんだ、みんな。みんなの状況はちゃめちゃなんだ。で、これジャンパクション OK。で、これカーブしていきまして。あ、やべ、ミスった。あー、ごめんなさい、皆さん。俺もうちょっと平方講座苦手。まだ平方講座走んないでないの。ごめんなさい、野人は一周らい。え、何食らったの、今俺。みんな今俺何食らった？おい、アイシールド20、またアイシールドいいのか、目の前に。またアイシールドいいのか、じゃあこれこっちからいきましょう。で、ここ行きまして、ジャンパクションからの。ちょっとブレーキをしつつダッシュからの、え、これカービィ、はこれキンキの来ました。さあ、これ逃げろ、赤コーラから。赤コーラから逃げてください、今すぐに。赤コーラ逃げてほしかった人生でございましたと。さあ、これで、あ、危ない、テレサ、オッケー、ナイス、いいタイムできた。さあ、これでお前はスタ、うおー、ナイス、オブザイヤーを自動車でコインを盗んだことは、まあ背に腹には帰らんねえ、許しましょう。オッケー、さあ、これコインは取ってきまして、オッケー、コイン使いまして、オッケーオッケー。で、乗り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 行き乗り行き乗りたか、ナイス、乗りたか。で、これちょっと端っこ寄っときまして、これ端っこ寄ったか、危ねえ、端っこ寄りました。さあ、これでダッシュからの、ダッシュからの、俺かいな、俺かいな。さあ、これこれでダッシュします。オッケー、うわー、ルード、セナ、セナ落ちてたね、今セナ落ちた。さあ、これ2個アイテムですか。さあ、これどうしましょうか。後ろがキラ来てますね、危ねえ。コンボポン、オッケー、これ後ろにアイテム投げときまして、で、これカービィ、オッケー。で、ダッシュジャンプからの、ダッシュジャンプからの、これカーブしまして、なんか一気に抜かれたな。一気に抜く、勝ちたい、天地の人、天地の人、あの名前天地の人に勝ちたかったね。いやー、ショートカット系ができないのは最後に辛いですよね。ここでさすがにリンリンメトロ来たら俺は泣くね。これでリンリンメトロ来たらさすがに泣かざるを得ない。やめてくれよ、本当に心の底からやめてくれ。あ、よかった。俺は東京スクランブルの気分でいたよ。東京スクランブルの気分でいたよ、ものすごく。なのにさ、人生はやっぱうまくいかないよ、みんな。人生やっぱうまくいかねえわ。うまくいくわけがねえ。重いな、丸いじと、マジで。丸いじ、この世で一番重いって言われてるもんね。丸いじは体重何キロぐらいなんだろう、250キロぐらいかな。いや、重すぎるな、お前。さすがに丸いじ重すぎるって、それは。丸いじ、さすがにそれ重いって。さ、これジャンパー、あ、これぶつかります。ごめんなさい。だから言ったじゃん、やめとけって、今すぐに。今すぐにやめとけ。だから言って、痛えな。なんでそんな的確に当てられるの？もうみんな事故ってんじゃん。バカじゃん、もう。何やってんの、本当に。もう何やってんのって言いたくなるよ、ほってんの。オッケーさ、これ。バカ、アミ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 、何してんの、アミアミが、このアミが、ほんとこのアミが許さない。俺、アミ許さない。俺、おで、アミ、ことです。いや、怖すぎ。うわ、ありがとう、悪いし、ガードベント。近くにいた、お前が悪い。さ、これ、あ、ガードベント発動しました。アミアミ、復讐のアミ、やばい、マーニ、それ、思い出のマーニ、危なかった。パンチ、オッケー。さ、パンチ来ました。さ、これ、まずい、俺かな、俺だろうな、これ。俺なんだよな、俺なんだよな、今の。なんでこういう時かけて俺なんでしょうね。まあ、2個アイテム取りましょう。ここに2個アイテム。むしろみんな、2周目でまだ焦るような時間じゃない。まだ2周目焦るような時間じゃない。だからここら辺でインコースつきまして、オッケーいいよ。さあ、ここで、真正面が電車来てる。だから避けましゅう。オッケー、オッケー、避けましゅう。オッケー。さあ、いいよ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 。当たってもいない。さあ、これまずい。だから車があるんで、ちょっと電車でした。車、どっからどう見たら、あれ、車だね。どっからどう見たってあれ、車だね。さあ、なんだかんだで、うおー、ブームランブロース。さあ、これ、来ました、私の時代。リンリンメトル。え？何が俺の時代だよ。時代が俺を選んだんじゃねえ。じゃあ何が選んだんだ。
わかんねえ何が俺を選んだんだろう、何が俺を選んだんだろう、やっぱ時代かな、やっぱ時代かなと思うわけなんですよ。危ねえ、今危なかった、今私が今の第3だ、今の第3だで、これ辺でもう投げときました。 OK、 さよなら三角、また来て四角、四角は紅茶、紅茶は赤い、赤いはリンゴ、リンゴは甘い、甘いは三角マロンパイとティーセることで、もう俺は2位でも甘んじます、もう2位でも甘んじます。まあ、マッチュ待って、 OK、 さあこれキノコで大逆転になります、私キノコで大逆転になります。さあこれ辺でカーブしまして、カーブ、オッケー。うー、まあ、抹茶には勝てんね。抹茶、でも2メートル2ならいいんじゃない？今まで俺2メートル2なんて解いたことないよ。今までね、動画で多分。わからんけど。絶対電車ぶつかっても今回一回ぶつからなかった。つまりこれは大金星。素晴らしい。今日はいい日になるね、ロコちゃん。さて、じゃあ、エキサイトバイクしていきましょうか。超エキサイティングバトルドームやっていきましょう。あ、ごめん、ミスター、今のはミスターと思った。まあ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 、初手の遅れはいいんじゃないでしょうかと私は思うんですよ。初手の遅れっていいんでないと思う。え、嘘、この順位で、え、この順位で食らう、え、そんなことある、え、この順位で食らう、嘘、俺今順位だね。しかもスタートダッシュの順位だよね、これ。あれおかしいな。なんだこのドリラ、なんだこのドリラ、まさか俺の、防戦じゃねえか、あいつ。通りで強いわけだわ。この辺で2個アイテム取りたかったな、取りたかったな。まあ、この辺で2個アイテム取りまして、OK、いいよいいよ。で、これでジャンピングアクションからの、で、ここでキノコ使いましょう。ここはキノコで真正面、OK。キノコ真正面、OK、いいよいいよいいよ。ジャンプアクションは空中滞在時間がない。まあ、後ろでコインを取れると思えばなかなかいいのではないでしょうかと思うわけなんですよ、皆さん。どう思います？私はどうか思いませんでした。で、これで、ここカーブしまして、OK。で、さらにカーブからダッシュで、OK。で、このキャラ、あえて取っておきましょう。どんだけ攻撃ダメージを食らおうと、私はこれを。危ねえ、危ねえ、これが見聞色だ、みんな見聞色極めてました、今の俺見聞色間違いで極めてましたね。さあ行きましょう、立てましょう。間設計777万円で家が建つって言われてましたが、嘘でございます。さあ、あれは嘘でございました、皆さん。さあ、いい感じにカーブ決められましたが、相手も取れなかったので、私はこれおじゃんというわけで。さあ、これですが、しかしおじゃんにはならない。おじゃる丸、まったりまったりまったりな、はい、急がず焦らず甘いろうかというわけで行きましょう。さあ、これ2個アイテム取りましょう。 OK、 2個アイテム取りまして、で、おっと、相手はあの人ですか。あー、やばい、これ赤、うわっかい、これは間に合わない。あの頃は OK、 さあこれあの頃は使いました、私の。いや待って、このピンク色のヨッシーは伝説のスーパーマリオブラザーズで有名なあの人では。さあ、これ青コーラ来ました。さあ、当たります。あぶね、あいつここ通んのかよ、なんであのルート。あいつ極悪人オブザイヤーを受賞してんな。さあ、これ私これ決めます。危なかったよー、ポン、危なかったよ、本当に。今のナイスカーブ、素晴らしすぎるカーブ、ナイスエネルギー。さあ、これで、ちょ、うわ、バカ、くらえ、よし、オブネボク、何がよしだよ、そんな飛距離飛ばない、あいつ、あいつの飛距離でそんな飛ばないの、知らなかったよ。いや、最後の最後でそれは知らない、あれはボム編してやられました、だから私謝りません、だから私は謝らない、OK、さあ、これで、あー、これ終わった、みんな、終わった。終わった、あ、終わった、終わったね。タイヤ出しで動く必要ねえじゃん、タイヤ出す必要ねえじゃんね、ゴリラの人、後ろゴリラの人。今のはボム兵のせいでしょ。みんな部屋変えてきたね。なんか今さっきのとこ冷凍なんかやってる人が少なくなっちゃって、2位は取れたんだけど1位は取れなかったね。あの展示の人が強かった、あの展示のボーリングっぽいようなマークの人、あの人が強かったんで、あの人には勝てなかった。だからあの人もいなくなっちゃったからね。私は今楽しみがなくなったんで、ここの場所に移動してきました。目の前が人消えたんだけど、目の前が人消す能力持ってたっけ俺、目の前が人を消す能力なんて持ってたっけ俺、そんな能力持ってたっけ、怖すぎんだけど。目の前が人を消す能力ってまず何、怖すぎるよね。で、これまあとりあえずダッシュしまして、カーブ、オッケー、カービー、星のカービー、何かが起こる、明日へゴー、ヒロミ、オッケー。いや、今のはね、俺のミス、完全にごめんなさい。さあ、謝れる人はね、大きくなれって俺言ってた。俺が言ってたね、間違いなく。で、ここで、2個アイテム取れるのはでかいよ。さあ、これで2個アイテムで何が出る、キノコかな、違うね。いや、間違いない、違うね。今、間違えちゃったね。キノコ出ると思ってて、満身してたね、今俺。いや、アイテム見るとさ、操作できなくない、みんな。これわかる、ポン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 、ちょ、邪魔だね、ファイヤー。ファイヤー、果てしなきゃ邪魔だね。これどうしよっか、ファイヤー。ちょっと捨てよう。オッケー、それで、スパクラが溜まってますね。さあ、これどうしよっか。スパクラをちょっと使いたいお年頃ではございますので、そうね、みかんちゃん、これ食らおうか。食らわないね。ちょっと距離が足んないね。ごめんね。スパクラもうちょっと範囲でかくしてほしいよね。100メートルぐらいとかさ。100メートルぐらいのでかさにしてほしいよね。100メートルのスパクラって何？でかすぎんでしょ。でかすぎんだって言いながら。さあ、これキノコは取っときましょう。危ね、キラー来てた。今のはキラー来てたのは知ってたんで、あえておきます。さあ、ここで私、このキノコを使って、墓まで持っていきたいと思います。さあ、これキノコでダッシュからの、飛ぶよー！オッケー、完璧オブザイヤーを受賞してます。さあ、ここで、ダッシュからの、さあ、ここで、飛びます。オッケー、完璧オブザイヤー。で、さらにあそこのショートカットも決めちゃうよー。今回、俺も派手だから、ド派手に行くぜ、みんな。ド発点売る。ド発点の売るって言われたから、みんな。任せといて。ここら辺で、
カッポケ完璧すぎ。今日の俺冴えてる。今日の俺なんか冴えてる。ハンコにしたおかげでしょうね。さあこれ2個アイテム取っちゃってすげえ。なんでだろうね、なんでこうなんのかね。いやごめんみんな、これは完全に誤算、完全にこれは誤算ですよ。これはさすがに誤判ですよ。いや誤算ですよじゃない、誤判ですよだよ、もう誤判ですよだよ、ほんと誤算ですよ、誤判ですよだよ。どういう状況だよ。これまた逆転されるのかな俺。逆転されるとか全然普通にありそう。普通に逆転されるなこれ。普通にそれは知らないな、それは普通に返り咲けない、返り咲けない。1位を取りたい、1位を取りたい男の勝負は無理でした。飛ぶんだヨッシーに負けた。今の赤コーラぶつかったが勝てた。だつまりコインが出た、俺の運のなさ、つまり2位で満足してます。オッケー、よしみんなこれラストレースにしようか。ヨッシーの人いなくなっちゃった。どうやら今回これラストレースします。てか今日みんな俺にさ、みんなからしたら昨日なんだろうけどさ、暑くない？昨日なんか言い方変だけど暑くない？昨日本当暑くない？暑すぎる。何今のジャンプ暗い。いや誰を言ったな、マカコーラ。おいサボんなよ、お前サボったリング並みサボったな、あいつ許す。マジいて、お前さんさ押さないで、押さない、かけない、喋らない。言ったでそれ、前に教えたよね、教えたよね俺それ、前に教えたよね。なんでそういうことすんのバカチン。危ね危ね、あの人ぶつかったりきそうになりましたね。さあ危ね、あ危ねえな、あいつ本当危ねえな。キッキ盛んがよ本当に。さあこれダッシュしまして、さあどうしようか、これちょっと後ろ投げとこう。オッケー、これ後ろ投げまして、まあ誰が当たりはしないけど、俺のアイテムも誰も取れなかった。これはまずいね。後ろが赤コーラ来て、ユッキーナ来てますね。アッキーナの介護官ですね実質。さあ、あいつ投げてきそうですね。いや危ねえ、投げてきそう。なんとなく分かった、なんとなく体のつき方分かった、体の動き方ぎこちなかった、間違い今の体のつき方動きぎこちなかったね。さあ私コインが全然取れてませんね。じゃあこれコイン使っちゃおう。ナイスタイミング、素晴らしいぞ、素晴らしいぞ、かっこいいぞ赤コーラ。青コーラだった、ごめんね。さあこれで避けます。オッケー、さあ私の時代だ、私の時代だ、さあ私の時代、それは臭い、お前は仲裁、いえ、オッケー。なんかすげえ汚いラップ出たけど、なんかすげえ同着そ汚いゲボラップ出たけどね、今。ゲボラップって何？サランラップの介護官みたいなもんかね。まあ介護官だろうね、間違いなく。サランラップの介護官、さあこれどうしましょうか。危ないね。俺に当たりたくなかったら出ていきな。俺に当たりたくないんだ、出ていきな、今すぐに。さあ、あの人下ったでしょう、多分青コーラ。いや、赤コーラですね。青コーラも来て。さあ、エキサイティング。さあ、今日もエキサイティングでみんな参りましょう。今日も、そう、一生せーの、エキサイティングドカーンこんなひどい仕打ちがあっていいものか。いや、あってはいけない、こんな仕打ちあってはいけない。さあこれ私赤コーラ来てますね。さあこれで、なんでだよ、なんでだい、ポーンポ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 ンキノコポンときまして、ポンときまして、うー、決め手はバナナ。青コーラやっぱ読めるやつだよ、あいつは空気、あいつは空気読めるやつだ。だからみんな今回ここで動画、俺はうん、これでいい、これでよかったんだよ。バイバイ。